大ヒットドラマ、花より男子の続編として放送前から注目を集めていた、花の千晴レイ花壇ネクストシアーズ。ON チルダ、いずれも TBS 系の第6話が22日放送され、平均視聴率は 8.3% だったことが分かった。初回は 7.4%、第2話は 7.9%、第3話は 9.6%、第4話は 9.0%、第5話は 8.7% と一度も2桁の大台、記事全文を読む。